CD の曲解説を5曲あるので、あの作曲者山本哲也君も含め1曲ずつ曲解説を書くことに決めました。イエーイ。で、あのあれ何希望そう希望をねとりあえず言ったんですけど、直接話してあってないので、うん、セレナーデがちょっとあのはっきりお願いします。セレナーデが書きたいです。その心は内緒まだ。はいはい。何がいい？ラグタイムが書きたいです。その心はまだ内緒です。みんなそんななんか内に秘めた思いがあるよ。私内緒、うん、あ、それそのうちに発表するとか、そのうちに発表するっていうか、あの見たら書いたら分かる。ああ、そうかそうかそうか。なんかある、え、理由。私がそのグリーンデイと知ってでもないんですけど、あの前にアルトの子が抜けた時に、あ、先のね、うん、私がトラで入って、その時に一緒に演奏した初めてのグリーンシリーズがラグタイムだった。おお、そうだったんだ。あれ多分そっか。あ、違ったらどうしよう。違ったらどうしよう。まあ違っても全部いい曲なんで。で、そう、はい。なるほどね。だからそれが一番書きやすいかなって思って、うん、です。はい。はい。うん、私はね、まあ私もバラードかサナシで書きたいな。どっちでもいいから。どっちもなんかちょっと。構想っていうか、こういうこと書きたいなみたいなすごいイメージがあって、うん、どっちがいいですか。どっちでもいいなと思ってて。あれ、ラインは？ラインは、私がもうあのラインはね、うん、もうあの作曲者本人に、うん、解説してもらうほかない、うんうんうん、解説してほしい、逆に、うん、そうだね、すごく聞きたい、うん、てか、レコーディングする前に聞きたい。そうですね。私、バラードがいいです。バラード、はい、うん、その心は特にない。なんかでもあの、多分私が初めてやったグリーンシリーズってセレナーデなんです、うんうん、なんですけど、あのこの CD に取り組むために初めてやったのがソナチネとラインなので、まあ、こう CD プロジェクトが始まる前には馴染んでいたバラードっていうところで、うん、バラードがいいですか。ということで、それぞれの曲解説もお楽しみにしててください。書きます。書きます。